ございます。ゆかりんです。今日はの10月13日、昨日はいきなりライブでといつもありがとうで、昨日はスパークリングフルボトル1本とビール飲んで、ちょっと二日酔い気味で作ったのがカレースープ。このカレースープはもうカレー粉は20種類のスパイスだけで作っているものを入れて、材料はもう油なしの白菜、人参、長ネギ、生姜、ニンニク、木綿豆腐と鶏肉と長ネギと、なんでかっつったらもう高タンパク質、ミネラル、あとカレー粉のすごい成分が良くて、肝機能を良くするし、美肌効果もあって、風邪防止、アルツハイマーも防止で、いろんな効能があって、最近これ忘れてたから朝からやけど、カレースープ、野菜スープいただきます。やっぱり週に1回は食べたいコラーゲン、青汁が、毎日飲んでる青汁切らしてしまって、今日ぐらい届くと思うねんけど、いつかな、なんか1ヶ月1日1本やったらいいのに2本飲んでしまった時があったから、人参も少し、あとは卵、なんかすいません、プラスチックの、私ご飯炊いたら80グラム台に小分けして、卵をね、もうタンパク質を補給したのと、今日もちょっと忙しくなりそうで、ご飯食べそびれても体栄養を貯めたくて、ちょっとしっかり納豆、卵かけご飯と野菜たっぷりのカレースープで、それで今日頑張って活動しようと思って、で醤油はもうこれ、この納豆一のタレは濃いめやから、これに助けてもらって、ここもお汁、コラーゲン飲まれへんのすごい寂しい、もうそういう時早めに、定期便やから早めに連絡すればよかった、早めてくださいって。あ、すいません、カレー こぼしたから、ここからちょっと洗おう。で、青のさみしい、これを、グラスは冷凍庫に冷やしてるから、もうそうめんつける器で、納豆もすごい、もういっぱい混ぜて体にいいから。やっぱりお酒毎日のように、私今日休館日の予定やねんけども、やっぱりもうしっかりタンパク質、高タンパク質とビタミン、ミネラルも、適度な運動と、あれからも昨日はライブ終わってすごく楽しい時間でぐっすり眠れて、では次は納豆ご飯いただきます。かなり美味しい。よく噛むのか。そしてカレーって私何でも入れる。もう南インドでもうほんま何十回と言って、もう
何ヶ月も住んでたりとかしてたあの友達が、まあ、あの南インドでもう、まあ、バターの入ってないサラッとしたカレーで、もうそれで体質改善して、もうほんまはカレーはいいってもうすごい何回も聞いてて、それからあのスパイスだけで作るようになって、たまになんかボンカレーとかレトルトの食べたくなったら食べる時あるけど、うん、確かにあのこのスパイスだけのカレー食べてる時は二日酔いがほんまに全然違ったような気がするから、頻繁に食べるようにしよう。それはいつも見ていただきありがとうございます。それとあのタルタルソースとタラとあの牡蠣のソテーの作ったあの動画もアップまたさせていただきます。すいません、他のなんか居酒屋さん、海鮮居酒屋さん、あの昼飲みした時の前のちょっと前の動画もアップさせてもらうんですけども、それでは今日は金曜日や、お互い頑張ろう。では。